これはホンジュラスとグアテマラの国境です。ホンジュラスの人々が国境を突破しました。この人たちが向かっているのはアメリカです。アメリカに不法移民しようとしているんです。その数は報道機関によって違っていますが、3000人から1万人以上と言われています。この映像は2021年1月16日あるいは1月17日に撮影されたものです。1月20日はバイデンがアメリカ大統領に就任する日で、これによってこれまでのトランプの移民政策、不法移民をアメリカに入れないという政策が変わるという期待があります。アメリカで経済的にもっとまともな生活がしたいというのが彼らの願いです。アメリカ国内ではトランプが実施した不法移民流入の厳格な規制のおかげで、経済的下層部の人々の雇用機会が増えました。グアテマラの国境を突破したこの人たちの行く手には、まだメキシコの国境、そしてアメリカの国境が待ち構えています。今後メキシコにうまく入れたとしても、そこからアメリカの国境までは直線距離でもなんと2500キロもあります。この人たちの国ホンジュラスは中央アメリカにある7つの国の一つです。西側には国境を接してグアテマラ、そしてその先には大きなメキシコがあります。ホンジュラスの移民団がグアテマラ国境を突破した後、これに加わったグアテマラ人もいたようです。2018年の世界銀行による統計では、国民総生産は240億ドルぐらい、日本の2020年の GDP の4兆9000億ドルほどと比べるとかなり少ないことがわかります。この国では国民の半数以上が貧困生活を送っています。こんな状態ですから、危ない目にあってでもアメリカに行ってマシな生活を送りたいと思うのは当然かもしれません。この国の産業はバナナで、別名バナナ共和国とも呼ばれています。今回の大移動の始まりの一つはサンペドロスーラで、各地から人々が集まって、ここから行進が始まりました。ここには約3000人が集まったと言われています。早朝サンペドロスーラに集まった人々は行進を開始してコモドールを通過します。そしてグアテマラとの国境近くのエルフロリドです。この人たちの運命はこれから一体どうなるんでしょうか。